どうも、あいちです。ですね、夏休みがそろそろ終わります。で、終わるとですね、まあ受験生の方は模試だったり、まあ実力テストだったりっていうことで、自分の力が夏休み前とどれくらい変わったのかっていうのが、まあある程度わかる状態が来ますよね、テストという形で。で、もしですね、ちょっと想像してほしいんですけど、その時に結果が夏休み前とあまり変わらなかったり、もしかしたら夏休み前より下がっているということが起きたとします。自分の身に起きたと想像してみてください。皆さんどうしますか？その時。今回の動画はですね、その辺を伝えていきたいなと思っているんですが、まあ、特に夏休み頑張ったと。ね、自分なりにね、努力をしたと思えば思うほどそのダメージは大きくなります。一番思うことはこれです。ね、やっぱりやっても意味がないんだなと。私なんてダメなんだなという自己嫌悪にやっぱり陥ります。これは学生だからとかいう問題ではなくって、これは自分だとしてもダメージを負います。そう思うって。だってやったんだもん。努力をしたのにそれが結果として出てこなかったら、まあそれはそう思うんですけど、これですね、多くの方が陥ります。っていうか、なるんです。上がらないんです。そう。で、逆に、もっとダメージをね、追加ダメージを食らう状況が、周りの人間、まあ友達かわかんないけど、周りの人間で、大して勉強してない。まあそれしてるのかもしんないけど、してないと思ってるやつが上がるんだよね。努力してる自分が上がらなかったのに、努力してないあいつがめちゃくちゃ上がってるみたいな。これはですね、相当きますけど、今この動画見てくれてる、あなたに、起こりうるので、それを想像しておいてほしいんです。そうなるかもしれないっていうこと。で、それを想像して、なえてほしいわけじゃないんですよ。ああ、やっぱそうなるかもしんないし、一回頑張んなくてっていう。これ、陥っちゃいけないのは、そうなるかもしんないって思った時に、だったら最初から頑張んなきゃいいわっていう風になっちゃうと、まあ、本末転倒なわけですよ。そうなってほしくて話してるわけではなくって。で、今回はですね、まあ、自分が、まあ、好きな言葉というか、大事にしている言葉があって、まあ、これは昔、塾講師をやる前に働いてた会社の、上司、お世話になったね、上司から、言ってもらった言葉なんですけど、最悪を想定して最善を尽くすという言葉があります。まあ、これはこの言葉そのままなんですけど、最悪を想定する、まあ、最悪を想像するわけですよ。今言った状況がまずそうですよね。まあ、それが最悪かどうかわかんないんですけど、まあ、ほぼ最悪じゃないですか。頑張ったのに成績上がんないっていう。まあもちろん受験が終わったわけじゃないんで、そこではまだね、途中経過になりますけど、だから、あんなに頑張ったのに夏休み明けテストのテストで成績とかね、偏差値が上がらないっていう、その最悪の状態を想定した上で、最善、今できる最もいいことを尽くす、力を尽くしてやっていこうぜっていうのが大事なんです。夏休み終わりますよね。学校始まりますよね。思ったより夏休み期間、まあ、40日ぐらいありますけど、バタバタしてあっという間だったと思うんですよ。結構、あれ、もう8月16、17、今16に撮ってるんですけど、16、17っていう風に感じがして、で、まあ、あと2週間で終わるじゃないですか。そうすると、学校始まりますよね。当然家にいる時間が減るし、学校で拘束する時間が増えるので、あっという間すぎるんですよ、9月とか。あれ ?10 月になってるって。もっと気づいたら、あれ冬休みみたいな。本当にトントン時間が過ぎていく。で、時間が過ぎれば過ぎるほど、当然、あっという間に過ぎていく、そのね、あ、やばい、どんどん過ぎていくっていう感覚にも襲われるし、そこで焦りが出ます。どんどん受験が近づいてくれば来るほど、まずいんじゃねえかと。受かんないんじゃねえか、このままじゃ、っていう不安にも襲われる。しかも、時間がどんどん過ぎていくから、あっという間に受験本番になっちゃう。時間足りないんじゃねえみたいな。で、焦るんですよね。で、当然、焦りとか不安っていうのは多くの方が思います。で、それを思うことが悪いんじゃないんですよ。思った状態で、その状態でも何ができるのっていう。今自分にできることは何なのっていうことを落ち着いて考えられるかどうかっていうのがすごく大事なんですね。だから、そのためにも、まだ夏休み中じゃないですか。気持ちに余裕あるんですよ。時間に余裕があるから。だから、今のうちにちょっと最悪を想定してほしいんです。で、それで今話を振りました。それがみんなにとって最悪かどうかわかんないです。もっと最悪な状況があるかもしれない。言ってしまえば、多分、志望校に受からない。不合格っていうのが受験生にとっては最悪だと思うんですよ。ただ、それ、先なんですよね。言っても1月、2月、3月の話なんで、ちょっとね、先すぎるの。最悪の想定が。だったら、近いうちの夏休み明けのテストで成績が全く上がらないとか、下がってる自分の成績を見てる状況とかを想定してほしい。そうなるかもしんねえなっていう不安を持った状態で、もう一回ちょっとスイッチを入れ直して、今できることなんだろう、何頑張れるかなって考えてほしいんです。
時間があるうちに。と思って今回この動画を撮りました。不安を煽るとですね、特に高校受験の方、人生初めての受験を迎えようとしている方は、もしかしたら最悪を想定することで自分の心がパンクしてしまったり潰れそうになる方もいるかもしれないんです。でもそれでも話しました。その理由はですね、そうなった方はおそらく自分がこの話を振らなくても時間が経って冬休みとか潰れます。どっから一回潰れる。もちろん潰れた状態から復活することはできるので、潰れて、こんちくしょうってそれをね、いい経験で前向きに捉えて頑張ることはできるから、潰れることが悪いとは思ってないんですけど、そういう風に心が潰れるっていうか、ちょっともう、うわもう無理って思ってしまうのは、早ければ早い方がいいと思うんですよ。経験するのは。冬休みとか、ほんと受験直前とかに迎えてしまうと、立ち直る前に時間かかるんですよね。そうなってしまうんだったら、今一回ちょっと最悪な状況を想定してもらって、自分と向き合う時間を設けてほしくて、今回話をしました。大学受験の方は、まあ、大学受験もね、高校受験とは日が、もうレベルが違う。厳しさの。倍率も高いし、相手も強いし、レベルも高いしって。なので、本当に受かりにくい。高校受験に比べると。そういった状況なので、もちろん不安をつきまとう。そして、高校受験の方は人生初受験になるから、やっぱりどんどん不安が増していくんだよね。そう。その中でも戦い抜いていってほしいし、ね、最終的には第一志望の高校とか大学に受かって、やっぱりね、なんだ、悔し涙を流すんだったら嬉し涙を流してほしいんですよ。そう。と思いますので、ぜひね、今時間あるうちに一回自分と向き合って、そういう状況も想定しつつね、向き合って何できるかな、何頑張れっかなと考えてもらえたらと思います。